あれなんでこの苗成長しないんだろうとね、私が悪かったのかなと、それはもしかしたら媒介剤が効きすぎていて植物が動かないっていうことが一部の要因にあったりします。おそらく片方ね、媒介剤が強く効いているんじゃないかと思います。じゃあ媒介剤が効いているお花と効いてないお花だ、どうやって見分けるのっていうのはとても大事になってくるかと思います。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はよいしょ、こちら皆さん何か分かりますか？なかなか園芸ガーデニングをしていてもこういったような名前聞いたことはないんじゃないでしょうか。ただ別の言い方ですれば、あって思う方もいらっしゃるかと思います。こちら3種類すべて媒介剤というお薬になります。媒介剤と聞くとね、あって思われる方いらっしゃるかと思います。今回はそんな花の苗などを使うときに媒介剤を使用したりするんですけども、今回は媒介剤について詳しくお話をしていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただければ、媒介剤のことがちょこっとわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回は媒介剤について話をしていきます。媒介剤と聞くとね、ピンって来られる方もいらっしゃるかと思いますし、まだまだ園芸始められた方だと何のことと思われる方が多くないでしょうか。媒介剤とは植物をコンパクトな状態を維持するために散布をする植物ホルモンに効くお薬になります。一般的な植物ホルモン、オーキシンやサイトカイン、ジベレリン、エチレンなど、こういったものが植物ホルモンとね言われるホルモンになるんですけども、そういった植物ホルモンに作用して植物に効果があるような薬のことを植物成長調整剤と言います。媒介剤もその植物成長調整剤の一つになります。他にね、どんな植物成長調整剤があるかというと、皆さんも食べたことがある果物、種なしぶどう、そうなんですよ、種なしぶどうもそういった植物ホルモンに作用して種ができないようにして種なしぶどうを作っていたりとか、あとは植物ホルモンのエチレンを使うことで果物の追熟などを行ったりします。有名な例がバナナなどもそういったエチレンガスなどを使って追熟などをしています。フィリピンとかそういったね、東南アジアからバナナが来る場合には、青いバナナの状態で、まだね熟していない状態で来て、それでですねエチレンガスなどで追熟をすることで黄色い状態にして甘みがあるような状態を作ったり、そんな形で植物のいろんなところに作用をするようなものをですね、植物成長調整剤と言います。ちょっとね難しい話になってくるんですけども、まあ、その中でね、今回は媒介剤について話をしていくんですが、私たち生産者のところでは植物によって媒介剤を使ったり使わなかったりします。基本的にコンパクトに何もしなくても育つようなものであれば、媒介剤をかけてしまうとよりですねコンパクトになりすぎてなかなか動かなくなってしまうので、媒介剤は使用しません。逆にね、すぐぐわーってね間延びしたりとか伸びてしまうような植物、そういったものにですね媒介剤を適量散布してあげることで、コンパクトにがっしりしたバランスが取れた苗を作ったりしています。ただそんな媒介剤なんですけども、実はね今回こんな感じで趣味の園芸やっちゃんねるさんからサイネリアの写真をいただきました。これについてはですねまた最後に話をしていきたいと思うんですが、媒介剤も使用する量によっては植物に害が出てしまう可能性があります。薄い量をですね散布をしていれば植物の成長を若干抑えるぐらいで済むんですけども、濃い量をかけてしまうと植物自体が全く植え付けをしても1ヶ月2ヶ月経っても茎が伸びなかったりとか花が上がってこない、そういったようなことがね起きてしまいますので、私たち生産者のところでは、ね、適切な量を守ってなるべくやるように心がけてはいます。それは何でかというと、やはりですね、まあ、こういった、ね、こちらビオラの苗になるんですけどもね、コンパクトな状態でねやっぱしバランス間延びしてね徒長している苗よりはコンパクトの状態の方が鑑賞価値が一般的には高いですし、やはり市場とか園芸店さん、ホームセンターでもやはりなかなかね間延びしてダラーンとしているような苗は、私たち生産者がいくら販売しようとしても品質が悪い苗だと見られてしまうので、
やはり間延びするよりはコンパクトの内外です。それでやはり管理をね、少しでも楽にしたいと思って、じゃあこういうものを買ってしまえばカチッとその状態でもうね、時が止まったように植物が動かなくなるので、ただね、今もうね、生えているものはこの状態で残るので内部的には悪いんですけども、見た目としてはいい状態で位置ができていると思ってですね、そういった形で濃い濃度を与えてしまう生産者の方が今現在はだいぶ少なくなってきたと思うんですけども、もしかしたら若干ね、いらっしゃるかもしれません。なのでそういった苗をですね、買ってしまった場合には、いくら植え付けをして、いい土に植え付けても、いくら肥料をやっても、その Y 化剤が効いている限りですね、植物の茎がね、伸びなかったりとか成長しないっていうね、ことが起きてしまうので、初心者の方は特にね、あれ、なんでこの苗成長しないんだろうとね、私が悪かったのかなと思い込んでしまう方もいらっしゃるかもしれないので、ね、かわいそうかもしれないんですけども、それはもしかしたら Y 化剤が効きすぎていて植物が動かないっていうね、ことが全部ではないんですけど、その植物がね、うまく育たない全部の要因ではないんですけども、一部の要因にあったりします。なので私たちが使う場合でも、やはりですね、1週間2週間ね、例えば Y 化剤が切れるような状態ですね、 Y 化剤をかけるように転がっています。で、実はね、 Y 化剤以外にも植物の草丈を抑える効果があったりしますので、次にその具体的な方法について話をしていきます。まあ、一般的なところで言うとですね、ね、株と株をくっつけてしまうと伸びてしまうので、まずこうやって株と株を離す、あとは風通しがいい場所に置いたりとか、草花の場合は日光が、ね、当たらないようなところに置くとですね、もやしのように徒長してしまうので、そういったちゃんと太陽の光が当たるような場所に置くというのがですね、基本的にまず大原則として大事になってきます。で、その次に大事なのが水やりです。水がね、常にたっぷりあるような状態に置いておくと、どうしても細胞内に水分が多くなってひょろっと間延びした苗になりやすいので、水管理とかでもね、常にたっぷり与えないようにして、私たちのところでは生産をしていますというようなね、工夫などももちろん普通の生産でもしてはいるんですけども、あとはですね、カルシウムを散布して細胞壁を固くしたりとか、計算を与えることで固くしたりとか、細胞自体を丈夫にして固くするというようなね、方法もあったりします。最後にですね、リフというですね、処理があって、日中の温度と夜の温度、これをですね、調整することで植物を Y 化させたりとか、逆に伸ばしたりとかっていうようなですね、お昼と夜の寒暖差を利用して Y 化効果を出したりっていうようなね、やり方もあったりしますので、あ、そんなやり方もあるんだなと覚えてもらえたらとても嬉しいです。でね、実際にこんな感じね、冒頭でやっちゃんからいただいたサイネリアの写真をですね、詳しく見てみると、私も実際にこの写真しか見てないので 100% 全てはわからないんですけども、おそらく片方ね、葉っぱの色が濃くて、ね、成長点がぐじゅじゅっとね、なっているので、おそらく Y 化剤が強く効いているんじゃないかと思います。なんでかというと、ちょっとね、 Y 化剤が効いているような症状は出てますし、片方は普通に育ってるし、一方片方はね、全然動いてないので、おそらく苗の状態で Y 化剤がね、強く効いているので、こうなっているんじゃないかと推測します。ただね、これはあくまでも私の推測なので、もしかしたら違うかもしれないんですけども、 Y 化剤が、ね、強く効いている、強く効いてないで、こういった差が出やすいのが現状です。じゃあね、実際に視聴者の方で一番大事になってくるのが、じゃあ Y 化剤が効いているお花と効いてないお花だ、どうやって見分けるのっていうのがとても大事になってくるかと思います。で、実際に生産をしてね、自分たちでかけていれば、これかけている植物とかかけてない植物とか見分けができるんですけども、なかなかね、店頭ではそれがわからないです。ただ何個かポイントがあるので、このポイントを押さえておけば、そういった Y 化剤が効きすぎている苗を買うのをですね、避けられるんじゃないかと思いますので、次にそれを話をしていきます。大きくは2つです。まず1つ目のポイント、葉っぱの色が極端に黒緑みたいな感じで緑の濃い色をしているもの、そういったものは Y 化剤がかなり効いている可能性が高いです。2つ目のポイントとしては、成長点の葉っぱとかね、なんかぐじゅぐじゅってみたいな、なんか危険になっているようなもの、そういったものも Y 化剤が、この2つのね、症状があるようなものはですね、結構 Y 化剤が強く効いている可能性が僕は高いんじゃないかと思います。あと補足で言えば、葉っぱがね、なんかすごい ちっちゃな状態ですごいね、ついていたりとか、そういったこともね、あったりもするかと思うんですけども、ね、
成長点が明らかにぐじゅぐじゅってなんか奇形になっていたりとか、葉っぱの色が明らかに濃いようなものは逆に太陽の光がたくさん当たっていて健全だから濃い葉っぱの色をしているわけじゃなくて、矮化剤で濃くなっているっていう可能性が高いので、選ぶときに注意してもらえたらいいんじゃないかと思います。はい、ということで今回は矮化剤について話をしていました、ね、やはり農薬もそうなんですけども、矮化剤も使用量をちゃんと守って使うのがとても大事になってくるかと思います。やはりね、濃い量を買ってしまうとどうしてもその後コンパクトにがっちりなった状態はとても綺麗に見えるかもしれないんですけども、やはりそれをお庭とか鉢に植えた後に全く植物が動かないっていうことに、ね、なっちゃいますので、私たちもそうならないように矮化剤をかけるときはもちろん注意してますし、濃い濃度をたくさんかけるような生産者の方がいらしたら、それはね、できたらやめてもらえたらとても嬉しいかなと僕は思います。ただね、なかなかちょっとそれはね、各それぞれの経営の仕方があったりするかと思いますので、ただ私たちの農園としてはやっぱし、ね、植え付けを消費者の方がした後にですね、やっぱし生き物なので植物もやっぱし、ね、こうやって大きくなっていく姿とか花がねどんどん咲いていく姿を見るのがですね、やっぱしとても園芸ガーディングやってる時の一番の喜びだと思うので、矮化剤を使うものももちろん私たちの農場にもあるんですけども、やはりね、量をちゃんと守って使うのがねとても大事なのかなと僕は思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思えた方、ぜひ高評価お願いします。ゆうきの園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まだで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれをおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。